キム・ジョンウンには2010年に生まれた長男がいるという情報が複数の情報筋から寄せられています。しかしながら北朝鮮政府は公式にその存在を認めておらず、長男の容姿や性格など詳細な情報は一切明らかにされていません。ではこうしたミステリアスともいえるキム・ジョンウンと長男の関係性について現段階ではどのような情報が得られているのでしょうか。今回はキム・ジョンウンの隠された息子について掘り下げて考察していきます。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。はじめにキム・ジョンウンの息子がどのような教育を受け、どのような人物として成長しつつあるのかを、これまでに得られている情報をもとに考察していきます。そもそも北朝鮮の指導者家族に関する情報は厳重に秘匿されています。よってキム・ジョンウンの息子については、その存在が公に認知されるまでは詳しい情報が明らかにされる可能性は低いと言えるでしょう。外部の情報機関などによる分析や推測は行われていますが、それらはあくまでも断片的な情報に基づくものであり、真偽のほどは定かではありません。韓国の情報機関は複数の情報を分析した結果、キム・ジョンウンの長男は痩せ型で色白の容姿をしており、祖父であるキム・イルソンとは似ていないのではないかと推測しています。そのためキム・イルソンを理想的な指導者像としてきた北朝鮮では、長男の容姿が後継者としてふさわしくないと判断され、キム・ジョンウンが意図的に長男の存在を公開していないのではないかとの見方を示しているのです。実際にキム・ジョンウン自身も後継者に指名された当時は痩せ型の体型でしたが、その後指導者としての権威を示すために体重を増やしたと言われています。つまり北朝鮮の指導者には健康的で恵まれた体格が求められるという暗黙の了解があり、それが長男の容姿に当てはまらないためにキム・ジョンウンが長男の存在を隠しているという可能性が指摘されているのです。一方で長男の存在を隠すことは北朝鮮の伝統的な指導者育成の方針に沿ったものであり、特別な意味はないという見方もできます。ただしこれはあくまでも外部からの推測であり、キム・ジョンウンが長男を公開しない真の理由は明らかにされていません。キム・ジョンウンとの関係性や長男の将来的な立ち位置など様々な疑問が残されたままです。キム・ジョンウンの息子の生年月日については正確な情報は明らかになっていません。ただし複数の情報源から2010年頃に生まれたのではないかという推測がなされています。この推測は主にキム・ジョンウンの妻であるリソルジュの動向から導き出されたものであり、リソルジュは2010年頃から2012年頃まで公の場に姿を見せなくなっていました。この期間は出産や育児のために表舞台から遠ざかっていたのではないかと見られており、韓国の情報機関である国家情報院もキム・ジョンウンの長男が2010年に生まれたと推定しています。ただしこれらはあくまでも推測の域を出ておらず、確証はありません。キム・ジョンウンの息子の生年月日が公表されない理由としては、やはり安全面の配慮が大きいと考えられます。北朝鮮の指導者家族は常に暗殺の脅威にさらされているため、人物を特定するために必要なあらゆる情報が秘匿されるためです。息子の生年月日が明らかになれば、その存在が広く知られることになり、危険にさらされる可能性があります。またキム・ジョンウンが息子の教育にどの程度関与しているのかは明らかになっていません。しかし自らの後継者となる息子の育成はキム・ジョンウンにとって何よりも重要な課題のはずです。北朝鮮の最高指導者には政治、経済、軍事、外交などあらゆる分野で高度な判断力と指導力が求められます。そうした資質を備えた後継者を育てるためには幼少期からの周到な教育が不可欠です。キム・ジョンウンは自らの後継者となる息子を理想的な指導者像に近づけるためにあらゆる手を尽くしているものと考えられます。また息子の教育には北朝鮮の最高の教育者たちが動員されているはずです。キム・ジョンウン自身も時間を見つけては息子に直接指導を行っているかもしれません。
金正恩が長男の情報を隠している理由については、様々な憶測が飛び交っています。一つの可能性として考えられるのは、長男が後継者として育成されているためではないかということです。北朝鮮では、指導者の後継者は、幼少期から特別な教育を受け、徹底的に守られながら育てられると言われています。したがって、金正恩が長男を公の場に登場させないのは、後継者としての育成期間中であり、まだ表舞台に立つ時期ではないと判断しているからかもしれません。また、別の可能性としては、金正恩が何らかの理由で長男を後継者として適任ではないと考えているためではないかというものです。例えば、長男の資質や能力が指導者としてふさわしくないと判断された場合や、健康上の問題があるなどの事情が考えられます。金正恩自身、父親である金正日から後継者に指名されるまでは、公の場に姿を現さなかったことが知られています。後継者候補であっても、一定の年齢に達するまでは表舞台に立たせないというのが、北朝鮮の伝統的な方針だからです。金正恩は、自身が後継者に指名されるまで、公の場に姿を現さなかったという点で、父親である金正日と同じ道をたどっています。金正日は、1980年代に後継者候補として浮上するまで、その存在や肖像画が一般に知られることはほとんどありませんでした。後継者としての地位が固まるまで、慎重に影を潜めていたのです。北朝鮮では、指導者の後継者選びは極めて重要な政治的プロセスであり、後継者候補の動向には常に注目が集まります。後継者候補が公の場に登場することは、権力闘争の火種になりかねないというリスクがあるのです。金正日は、そうしたリスクを回避するために、後継者候補の時期は表舞台に立つことを避け、水面下で着実に権力基盤を固めていったと言われています。同様に、金正恩が後継者に指名されたのは、金正日が死去する直前の2010年とされていますが、それ以前の金正恩の動向については、ほとんど明らかになっていませんでした。後継者候補として育成されていた可能性は高いものの、公の場に姿を現すことはなく、その存在は北朝鮮国内でも知る人ぞ知るといった状況だったようです。つまり、金正恩は父親である金正日と同じように、後継者としての地位が固まるまでは、慎重に影を潜めていたことになります。こうした北朝鮮の指導者家系における伝統的な方針を考えると、金正恩が長男の存在を明らかにしないのも、ある意味では自然な選択だと言えるかもしれません。では、金正恩の後継者はどうやって選ばれるのでしょうか。そもそも北朝鮮では、建国の父である金日成から、金正日、金正恩へと、男系による世襲が続いています。この伝統に従えば、金正恩の後継者としては、長男が最も有力な候補だと考える人がいても不思議ではありません。北朝鮮の政治体制は、白頭血統と呼ばれる金一族の出自を重視するものであり、指導者の正当性は血統によって担保されてきました。したがって、金正恩の後継者には、金一族の男系子孫であることが求められるのです。一方で、近年、金正恩の娘である金樹恵が注目を集めています。金樹恵はミサイル発射実験など、重要な軍事行事に父親と共に姿を見せ、北朝鮮のメディアでも大々的に取り上げられるようになりました。こうした動きは、金樹恵が後継者候補として位置づけられていることを示唆しているとも受け取れます。伝統的に男系による世襲が続いてきた北朝鮮において、女性が最高指導者になるというのは異例のことです。しかし、金正恩の息子の存在が明らかにされないまま時間が経過すれば、金樹恵が後継者として浮上する可能性も否定できないでしょう。では、金正恩が息子ではなく、娘を後継者に選ぶ可能性はあるのでしょうか。実は金正恩が健康上の理由などで、急遽後継者を指名する必要に迫られた場合、金樹恵を選ぶことは、現実的な選択肢の一つとなると考えられています。金正恩に健康上の問題が生じた場合、後継者として有力視されている息子が成長するまでの間、権力の空白が生じることになります。その空白期間を埋めるために金樹恵が後継者となれば、北朝鮮は初めて女性の最高指導者を迎えることになるのです。
キム・ジュエが後継者に選ばれる理由の一つとしては、キム・ジュエが紛れもなくキム・ジョンウンの実子であり、その血統的な正当性は揺るがないからです。息子の存在が不透明な中、キム・ジュエなら後継者としての資格を問われることはないでしょう。それにキム・ジュエはすでに後継者教育を受けている可能性があります。キム・ジュエが軍事パレードなどの公式行事に頻繁に登場するようになったのは、後継者教育の一環である可能性があるからです。キム・ジュエは父親であるキム・ジョンウンのもと、すでにそうした教育を受けているのかもしれません。さらにキム・ジョンウンの側近たちはキム・ジュエを支持する可能性もあります。キム・ジョンウンの健康に不安があるとすれば、側近たちは現在の権力構造を維持することを望むはずです。つまりキム・ジュエならキム・ジョンウンの意向を受け継ぎ、側近たちの地位を保証してくれる期待が抱けます。またキム・ジョンウンが女性であるキム・ジュエを後継者に指名すれば、北朝鮮の政治体制に革新性をもたらしたと印象付けることができます。国際社会から孤立する北朝鮮にとって、女性指導者の誕生は大きなアピールポイントになるでしょう。キム・ジュエを後継者とすることで、キム・ジョンウンは自らの改革者としてのイメージを高められるかもしれません。ただしキム・ジュエが後継者となるためには、克服しなければならない課題も多いと考えられます。北朝鮮の政治エリートの中には、女性の最高指導者を受け入れがたいと考える者もいるでしょう。それに実務経験の少ないキム・ジュエでは、国政運営が困難だと見る向きもあるかもしれません。キム・ジュエが後継者となるには、そうした反発や懸念を払拭し、指導者としての力量を示していく必要があるでしょう。いずれにせよ、キム・ジュエの動向は北朝鮮の将来を占う上で重要な鍵を握っていると言えます。キム・ジョンウンは万一の場合には側近たちに一定の権限を与え、いわゆる水連調整のような体制を敷くことも考えられます。水連調整とは、幼い君主の代わりに摂政や側近が国政を運営する仕組みのことです。事実、北朝鮮ではキム・ジョンウンの妹であるキム・ヨジョンが党第一副部長として重要な役割を担っています。キム・ヨジョンはキム・ジョンウンの最側近の一人であり、対外的にも存在感を示してきました。キム・ジョンウンに万が一のことがあった場合、キム・ヨジョンが実権を握る可能性は十分にあると考えられます。またキム・ジョンウンの後継者としては、キム・ヨジョンの他にも叔父のキム・ピョンイルなどの名前が取り沙汰されることがあります。こうした側近たちが息子の成長を待つ間、北朝鮮の政治を主導するシナリオも十分に想定されるのです。北朝鮮のような独裁国家において、最高指導者の不在は大きな不安定要因にもなりかねません。権力闘争が激化したり、軍部が強硬路線に傾斜したりするリスクも考えられます。したがってキム・ジョンウンの健康状態は北朝鮮の将来を占う上で極めて重要な要素だと言えるでしょう。仮に息子が後継者となる場合でも、キム・ジョンウンという後ろ盾が失われれば、その地位は必ずしも安泰ではありません。息子が北朝鮮の最高指導者となるためには、キム・ジョンウンの健康が維持され、権力基盤を着実に固めていくことが不可欠なのです。そしてキム・ジョンウンの息子が将来北朝鮮の最高指導者となるためには、さまざまな課題があります。キム・ジョンウンの息子がそうした能力を備えた指導者として成長するには、長い時間をかけて経験を積み重ねていかなければなりません。特に北朝鮮のような閉鎖的な国家において、最高指導者の判断は国家の命運を左右する重大な意味を持ちます。だからこそ後継者には幅広い知識と経験、そして確かな指導力が求められるのです。権力闘争に巻き込まれることなく、段階的に権限を移譲されながら国政運営の経験を身につけていけるのかは未知数です。また対外的にも存在感を示し、国際社会から一定の信任を得ることも重要な課題の一つといえます。こうした点を考え合わせると、キム・ジョンウンの息子が北朝鮮の最高指導者となるためには、まだ多くの課題があると言わざるを得ません。キム・ジョンウンの息子については、その存在や生い立ちをめぐって多くの謎が残されています。
今回のお話を踏まえると、おそらく金正恩の息子は徹底的に外部から隔離され、特別な教育を受けながら育てられている可能性が高いと考えられるでしょう。金正恩の息子は北朝鮮の将来を左右する重要な存在であり、その動向は国際社会からも大きな注目を集めています。しかし、どのような人物に成長し、北朝鮮の指導者としてどのような手腕を発揮するのかは、現時点では誰にも予測がつきません。果たして祖父そして父のように突如として後継者候補に名乗りを上げるのか、これからも金正恩の息子の動向には目が離せないことでしょう。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。